電波結社バババ団は、1993年10月2日から1995年3月25日まで、中京テレビで放送されていた、バラエティ番組、音楽番組である。放送時間は毎週土曜17時18時、中京テレビ旧本社 B スタジオからの生放送。12年半にわたって、この時間帯に放送されていた、5時サットマガジンの、 後継番組としてスタートした。番組タイトルロゴには小さく、コーサット2と入れられており、ゴジサットの正当後継番組であることが公に示されていた。当初は、司会に、元チェッカーズの高木義彦を、アシスタントにはゴジサット末期のリポーターを務めていた、本田瑞穂を起用していた。また、当時は無名だった、フォークダンスで主げ子坂を受けた慶太郎と、 村田渚もレギュラー出演していた。特に司会の高木は、1993年秋の改編に合わせて放送された、中京テレビのイメージ CM にも起用されていた。ゴジサットからの流れで、ゲストには、毎回、東の住田だや、大月賢治などの J-POP 系、J-ROCK 系ミュージシャンたちを招いていた。また、かつてゴジサットが行っていた、 中京コカ・コーラ協賛のフリーライブイベント、ラブロックスも引き続き実施していたが、番組自体が展開していた企画は、地元のスターを発掘する、バババプロダクション、番組で結成した草野球チームの試合をリポートする、バババ野球団、その他お笑い芸人による突撃リポートやファッションチェックなど、ゴジサットが初期に実施していたローカル企画のマイナーチェンジ版がメインであった。 ゴジサットが途中から大きく盛り上がる契機となった音楽番組的要素をある程度は継承していたものの、これはメイン要素ではなかった。放送開始から半年後の1994年春、番組は高木と本田の二人を交番させてリニューアル。残ったフォークダンスで重子坂の二人にリボンの佐藤愛子を加え、以後はこの三人を司会に据えて行われるようになった。 タモリのスーパーボキャブラ天国でブレイクしたシュゲコ坂の若者人気もあり、番組は一時的ながら活気を取り戻した。1995年1月5日には本番組から派生したシュゲコ坂単独の特別番組爆笑フォークダンスでシュゲコ坂ワールドも放送された。だが番組自体は5時ザットの頃の勢いに乗る前に、 打ち切られ、高木司会期と合わせて1年半で終了することとなった。その後、中京テレビの土曜夕方枠は2000年4月に、クスクスがスタートするまでの間、ミニ番組や一時的に放送された15分番組、旅は、パノラマ以外はすべて日本テレビ制作番組の、自差ネット枠内視は、再放送枠として使われることになった。2016年5月20日放送の、 探偵。ナイトスクープに、大学生の頃に、このバババダンの歌のオーディションに参加した、一般女性が出演した。彼女は、オーディションの審査員を務めていた、木田太郎が彼女の歌に評価を下している最中に、見せたリアクションが未だに気にかかっており、そのことについて、木田本人から直接聞きたいと探偵局へ依頼した、ことにより、ナイトスクープで、バババダンの映像が流された。 ありがとうございます。